対してアウェーの盛岡、狙ってきたループシュート、土井の頭を越えて入った池本が決めた。後半の12分、遠いところからループシュート決めた。今シーズンの10得点目、池本が乗っています。素晴らしいシュートが決まっています。後半の13分、池本今日2得点。チームのキャプテンがチームにとって大きな大きな4点目のゴールを決めました。この位置、ワンツーから池本、よく見ていました。絵に描いたようなループシュート決まっています。4対1。ここはキャプテンの